はい、こんにちは、ちずせです。今回は5月の25日の金曜日朝の9時より配信が開始されますイベントクエストの先取り情報をご紹介したいと思います。今週はなんと7つもイベントクエストがあります。まずは今週の目玉のイベントクエスト、地母神の豪奢なる宴です。クエストレベルは星9、受注参加条件がハンターランク16以上、フィールドは地脈の黄金鏡、メインターゲットはマムタロトの撃退です。集会エリアメンバー全員で協力しながらマムタロトの大角の完全破壊を目指せとのことで、大人気のマムタロトの再配信来ました。ただし期間が1週間、非常に短い、たった1週間です。1週間か、頑張りましょうね。初めてマムタルトに行くという方向けに簡単にご説明させていただきますが、このクエストは最大16人で協力し、マムタルトの大角を破壊することで限定の鑑定武器と呼ばれるランダムで入手できる強力な武器や重ね着装備が作成できるチケットなどを入手できる特別なイベントクエストです。マムタルトの素材で作成できるマムガエラシリーズはアルファ、ベータともに非常に優秀で、最新の防具によく組み込まれる装備となっておりますので、まだマムタルトに行ったことないよという方はこの1週間のうちにぜひ防具だけでも揃えてみてください。そしてここからは予想なのですが、マムタルト、いろんな種類の金属をまとうという設定があったので、マムタルトの弱点属性が鑑定武器の種類変更になる可能性がまことしやかに噂されているのですが、今回の再配信たった1週間なので多分変更ないんじゃないかなと思います。前回同様、金属をまとっている時は雷が弱点で、まとっていない時は氷が弱点になるんじゃないかなと思うんですよね。報酬で得られる鑑定武器も前回と同様のものが入手できるんじゃないかなと予想しますので、欲しいものが集まってなかったという方はぜひこの機会に頑張ってみてください。私もコンプリートを目指してライブでマルチ募集をさせていただきますので、ぜひお暇な時はよろしくお願いします。これもあくまで予想ですが、マムタルト今後も変更なく月1で1週間配信してくれて、そして来たる7月半ば、夏休みに突入したあたりで属性や出現する鑑定武器が変更になるなんてことになると嬉しいですよね。いやー、今までモンスターハンターシリーズは購入した後イベントクエスト自体は来るんですが、実用的な武器防具が入手できるイベントクエストがほとんどなかったので、ワールドはアップデートはあるわ、実用的なイベントクエストはあるわでものすごいですよね。あくまで私はなんですけど、次回作が出るまでは過去作をずっとやってきたという身からすると、やることが多すぎてモンスターハンターワールド目が回りそうです。ということで、マムタロともういいよ、欲しいもの入手したしさという方に朗報です。来ました、あの神イベントクエストの再配信、ついに来ました。私もめっちゃ回る予定です。こちら、食という欲の扉を開け、クエストレベル星4、受注参加条件はハンターランク6以上、フィールドは特殊闘技場です。このクエストは特殊闘技場でドスジャグラス、プケプケ、パオールムーとの同時討伐クエストなのですが、下位クエストなので1分ちょいで終わります。1分ちょいで終わるんですが、なんとお食事券が3枚から5枚前後入手することができるんですよね。食事もといお食事券の大切さに関しては以前から動画でご案内させていただきましたが、これ本当に大切なチケットなので、難しいクエストに挑戦するときや特に長期戦になるマムタロトなど
そういったモンスター相手の時はぜひ使っていただきたいと思います。これがですね、ガッポガッポ入手できる神クエストなので、ぜひマムタルトやることないという方や、マムタルトでやることあるけどソロの時間も多いしなという方は、この機会にお食事券をたくさん集めてみてください。私も一時期200枚近くこのクエストで集めたんですが、今現在ちょうど15枚とかになってて絶望してるので、めっちゃ嬉しいタイミングで来てくれたなと思ってます。また200枚まで頑張りたいと思います。続きまして、アレノのボレロ、クエストレベルは星7、受注参加条件はハンターランク13以上、フィールドはオオアリツカの荒れ地です。こちらは金環救済の大連続クエストで、出現モンスターすべて最大最小ともに金環が非常に出やすくなっております。出現モンスターはクルルヤック、ボルボロス、ジュラトドス、リオレイヤ、ディアブロスです。この5匹の大連続クエストになりますが、まだ金環を持ってないという方はぜひこの機会に挑戦してみてください。続きまして、暴動とは核の如しです。クエストレベルは星9、受注参加条件はハンターランク13以上、フィールドはオオアリツカの荒れ地。こちらはディアブロスとディアブロス亜種の同時討伐クエストですが、竜玉がとても出やすく、多い時は1クエストでなんと竜玉が3個入手することができました。竜玉難民の方は非常に嬉しいクエストですよね。ただしバゼルギウスが乱入してくるので、そちらは気をつけてください。続きまして、モルゲンロートにミュ、クエストレベル星6、受注参加条件はハンターランク11以上、フィールドは地脈回廊です。メインターゲットはゾラマグダラオスの誘導。こちらはゾラマグダラオスの素材報酬が多く入手できるクエストで、ランダム出現のゾラマグダラオスと常に戦えるクエストです。素材が足りないという方には嬉しいクエストですよね。続きまして、京都ヤックヤック、クエストレベルが星4、受注参加条件はハンターランク6以上、フィールドは特殊闘技場、メインターゲットは全てのモンスターの討伐です。こちらはツツヤックとクルルヤックの同時討伐クエストで、報酬が入手しやすいクエストとなっております。最近モンスターハンターワールド買ったよという方には嬉しいクエストとなっております。そして最後に、初級チャレンジクエスト02、クエストレベル星4、受注参加条件はハンターランク5以上、フィールドは闘技場です。こちらは闘技王のコインなどが入手できるチャレンジクエストです。世界中のハンターと討伐タイムを競うことができますので、腕に自信があるというハンターの方はぜひチャレンジしてみてください。ということで、イベントクエストの先取り情報は以上です。ちょっとお話はずれるんですが、モチベーションを保つためにはどうしてますかというご質問を最近よくコメントでいただきます。これに関しては、私自身はモンスターハンター大好きマンなんで、特に何もしなくてもモチベーションは保たれ続けてしまうんですが、一般的に言われてるのは、モンスターハンター武器を持ち帰ると完全に別ゲームになります。なので武器を持ち帰って練習したりとか、あとせっかく3成分分あるんで一から始めてみたりとか、そしてこれを合わせて全く使ったことない武器で一から始めてみるとかも結構面白いんじゃないかなと思います。一回騙されたと思って別の武器使ってみてください。本当に別ゲームになって新しい扉がね、開かれますので、特に近接が遠距離に、遠距離が近接に持ち帰るとやばいです。弓からライトボーガンに持ち帰るだけでもかなり別ゲームになります。ぜひ試してみてください。ということで、今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。
励みになりますので、チャンネルの登録と高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。